こんにちは、埼玉ギャルの春日部つむぎです。皆さんには好きな薬はありますか？アーシは覚醒剤が大好きです。覚醒剤を打った後、あそこにバイブを押し付けてオナニーをすると、何時間でも何日間でも行きっぱなしになれるんですよ。シラフの時は辛いことばかりで、自殺未遂を繰り返すだけのアーシですが、キメを直している時は唯一生まれてきた幸福を感じられるんです。ところが昨日、このささやかな幸せすら奪おうとするクソ野郎が現れました。アーシがいつも通り学校の休み時間に静脈注射を決めようとしていたら、知らない教師が突然駆け寄ってきて、注射器を無理やり取り上げたかと思うと、バカみたいな大声でアーシを侮辱してきたんです。ムカつきますよね。これってパワハラじゃないですか。一晩経った今もアーシの心は傷ついたままだし、あいつのことは絶対に許せません。というわけで、この包丁でクソ教師をめった刺しにしてやろうと思います。うまーん、嘘です。やめてやめて、もうアーシを叱らないで。つーちゃん悪くないもん、つーちゃんいい子だもん。ママママ、うわあ、チンチンやだ、チンチンもうやだ、臭いよ、痛いよ。ママどこを？つーちゃんを知らないお部屋に置いていかないで。あ、蝶々さん、パッパ、蝶々さん、パッパ、つーちゃんもパッパ、つーちゃんもパッパ、あーい、わーい。